オマル・アブディラシド・アリ・シルマルケは、ソマリアの政治家、同国首相を務めた。ソマリ族、ダロットのハルティ氏族、マジェルテーン氏族出身であり、祖先の地は、現在のプントランド北東部。シルマルケの父は1967年から1969年に、ソマリア大統領を務めたアブディラシド・アリ・シェルマルケであり、母は、 メリー氏族のイスラム教学者の家庭に育ったルーキア・デハー・アリボス。シルマルケは1960年、ソマリアの首都モガディシュで生まれた。1969年、当時大統領になっていた父、アブディ・ラシットが暗殺される。シルマルケは、カナダ・オタワのカールトン大学で、政治学と政治経済学を学んだ。シルマルケの家族は、アメリカ合衆国のバージニア州に住むが、 シルマルケ自身が持つ国籍はソマリアとカナダである。シルマルケは国際連合の外交官としてスリランカやシエラレオネに赴任し、スーダンではダルフール紛争に関する政治アドバイザーを務めた。その後、ソマリアでアメリカ大使に任命された。2009年1月にソマリア大統領となったシェイク・シャリフ・シェイク・アフマドは2月13日、ジブチでの打ち合わせで、 シルマルケを首相に推薦した。シルマルケの使命は主要政治勢力にも受けが良く、イスラム法廷会議の恩恵派からも、シルマルケは正直者であり、事態を好転させることを期待すると評された。アメリカの政治分析家の見方もこの人事に、好意的で国外に離散したソマリア難民が、ソマリア暫定連邦政府に協力した成功例の一つとみなしており、 シルマルケが国外で政治勢力の対立解消の経験を積んでいることとソマリア国内の特定の政治勢力との結びつきが少ないことからソマリアの政治勢力の対立を解消する役割を果たすと期待している。また、シルマルケの任命は前大統領アブドゥラヒエスフの出身子族ダロットのマジェルテーンの支持を取り付けるためと考える分析家もいる。2月14日 ソマリア議会は賛成414反対級危険二でシルマルケを首相として承認した。シルマルケは首相就任演説においてソマリア国内の和解を促してソマリアを再統一すると誓った。ただし暫定連邦政府と交戦中のイスラム教勢力アルシャバブだけはシルマルケの就任を非難し無法な楽だからは無法な子しか生まれないと評した。 2月21日、ラジオガローウェイが報じたところによると、シルマルケは内閣の各長官を任命し、その主要ポストは野党議員に譲った。本来ジブチで、シャリフ・アフマド大統領やソマリアの大物政治家、国際的オブザーバーと会議をすることになっていたが、シルマルケはそれより前に、イスラム法廷会議の上級陸軍司令官、アブデュルカディア・リオマールを内務長官に任命し、 全国会広報官のシャリフ・ハッサン・シャイフ・アダンを財務長官に任命した。さらに、学者のモハメド・アブディ・ガンディを防衛長官に任命し、女性3人を保健長官、家庭長官、地方担当長官に任命した。新内閣は賛成多数で議会に承認された。シルマルケ内閣を含む連邦政府組織は外国であるジブチからソマリアの首都モガディシュに移転した。 2010年5月、アフマド大統領は、シルマルケ首相を解任し、自分が首相業務を代行すると発表。ただし、暫定連邦議会の承認を得られなかったため、アフマド大統領は、自分に協力する旧閣僚と議員は引き続き起用する旨を発表して、シルマルケ派の分断を図った。それに対し、シルマルケ首相は5月18日、引き続き職に泊まるとして、 アフマド大統領の命令を拒否。この際は結局アフマド大統領が折れ20日にシルマルケ首相解任の取り消しを表明した。国内の治安対策をめぐる大統領との対立を理由に2010年9月21日に辞任。公認首相は暫定でアブディワヒド・エルミ・コンジェが指名された。2013年、シルマルケはソマリア南部のジュバ地域で 臨時自治政府の立ち上げに協力。2014年6月、シルマルケは中米大使に任命された。ソマリアからアメリカ合衆国に大使が派遣されるのはソマリア内戦後初。7月15日に赴任。2014年12月17日、シルマルケは12月6日にアフマト大統領に解任されたアブディウェリシェイハ、アフメド・モハメドに代わってソマリア首相に任命された。 その際、シルマルケは、アフマト大統領に対し、2016年に一人一票の投票制を導入することを約束。12月24日、ソマリア連邦議会は、首相承認投票において、議員224人のうち、6人が退席、218人が投票し、投票者の全員一致で了承された。25日に正式就任した。 2017年3月1日に退任。ありがとうございます。